はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。信長の野望を創造戦国理史で、この正次でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回最後にですね、城の改修やらなんやら、内政のところをささっと片付けて再開しますという話をしたと思うんですけども、そうは問屋は下ろさないというところで、内政中に今川軍が満を持してって言っていいでしょう、攻めてきました。しかも大軍です、当然ながら。なので、ちょっとねプレイの方をここで再開して、実況の方を入れていきたいなというふうに思っています。でまず敵が攻めてきているところなんですが、名古屋城に対して、約3万もうすでに一部敵が取り付いてますね。あとこの亀山城から出陣してきている部隊が乙葉城、さらには観音寺、この辺りまで攻め込んできています。さらに御所も攻められているという状況になってますので、防衛部隊を、出していきたいというふうに思っています。まずは成政、これ二条御所に5000で、堀直政、これ二条御所に12000で、ちょっと見えづらくなってますが、斉藤義達、これが牧島城に11000なので、こことここだけで約3万の軍勢を相手にしなきゃいけないという状況になってます。でそれぞれですね、実はいわゆる防衛するにあたっての城の城門の数が特に牧島城は合わないので、牧島城に関しては自走車で防衛戦をするとかなり厳しい状況になるんじゃないかなと思います。とはいえ自走車で撤退戦を、防衛戦を展開しなきゃいけないところではあるんですけどね。で一徹、これが乙葉城に対して、約1万、7000ですね。でさらに、清水山城から乙葉城に出てる軍勢が7000、結構な数出てるんですよね。で直虎、これが観音寺に7000で、さらには4000の軍勢が金ヶ崎からも出てますね。いやかなり厳しい戦いになるな。で、五右衛門が清須、土橋も清須、元忠は清須で名古屋城、名古屋城にもうすでに取り付いている部隊、犬山城という形ですね。ちょっとまともに戦ってるとかなり厳しいので、まずは援軍の要請を出しましょう。武田に対して、そうだな、軍勢が出せないであろう郡上八幡に出てもらいましょう。で各城に対しては括弧に防衛戦を展開していくしかないかな。観音寺含めてどう防衛戦を展開していくかっていうことになるかなと思うんですけどね。まずは犬山城に対して、そうだな、道館を出しますか。1万8000出すのはもったいないので9200、これを犬山城へ。で正次率いる9000を出るとするか。これを名古屋へ。大垣城を攻める部隊っていたっけ。いないよね。大垣城からは勝家をはじめとした部隊を清須へ。で鎌場城も今のところ攻められる様子はないので、鎌場城から我が戦お見せしましょう。清須は激戦になるのは確実なので、なんとかね清須を守りきるっていうことになるかなと思うんですよね。今はそれくらいかな、展開できる部隊。犬山、清須、名古屋、鳴海は開けられないですからね、最前線である以上。
とは信長とかね、その個別の武将の質でなんとかカバーしていくしかないかな。豪将がちょっと心配といえば心配なんですよね。豪将は失いたくないので、カズマスか。まあカズマス強いんだけど、出陣するぞ。出陣するぞ。出陣する。あと牧島城もね、結構危険ですよね。出陣するぞ。なんとか一個も城を失わずに今回の戦いは終えたい。出陣するぞ。音羽城に向けても部隊が出ているので、音羽城の防衛にも当たらねばならんと。出陣するぞ。さあこんなところかな。オダニの8000、これは、まあ、最後の決戦兵力として残しておきましょう。出陣します。まあ、あとは武田がどんくらい頑張ってくれたか。我が王の城包囲されました。おいおい、受けてるか。名古屋城からじゃ舞台を出すか。よしてる、よしてるか。ありがたいな。出陣する。出陣する。まずは森綱はじめとした敵の部隊が約1万5000ぐらいになってるかな。これをヨシテルの奥義一戦で撃破していきましょう。他キンキンで危ないのがやっぱり御所か。とはいえまずはこちら名古屋城の戦いかな。で、三井で率いる5300と長井で率いる7800が戦う犬山城の戦いは、まあ、ほぼほぼ三井秀の方が勝つかな、勝ってくれるかなっていうところですからね。我らも加勢しますぞ。ではここは開戦して城を守りきりましょう。行くぞ。で、城門の数は3つあるね。かしこまりました。我が領内に敵が迫っております。名古屋城にさらに12,700、清水にさらに13,500、大垣に2万、敵が迫っております。承知いたしました。せっこめ、始めろ。承知いたしました、始めるぞ。きっちりきっちり敵を防衛していかないといけないからな。力の差見せてやろう。一戦は使う必要ないでしょう。敵が我が領内に向かっております。引くぞ。いやー、厳しい戦いが続くな。一度乱戦になった瞬間に承知いたしました。承知いたしました。敵が城内に侵入しました。これで決めます。これで決めるぞ。
が城内に侵入しました。これが戦の作法よ。これで終わりだな。お任せください。やってくれる。よし、朝廷工作がここで終わったか。ありがてえ。行くぞ。さあ、次々戦いが起きているところで何とかカバーをしていかないと。次は犬山城の戦いかな。犬山城はなんとか防衛できるでしょう、この前提でいけば。他もこのターンで落ちる城はないかな。よし、やれば。一旦ターンを終わらせよう。いやー、今川軍の恐るべしだな。報告いたします、報告いたします。そうか、しまった。今連合に入ってるから朝廷工作を使っても和解ができない、そういうことだ。しまったな。安易に入るべきじゃなかったといえばそれまでだけど、今更だな。となると、さてさて、困りましたね。から片付けていこうかな。まずは戦いやすい犬山城から行きましょうか。でちょっとでも城の修復はしたいので、城の修復を入れて、あと改修ももう今更だけど、できるところはちょっとでも入れたい。今更だな、どうしようもないな。いやー、今川軍さすがだな。川軍は51万の軍勢か。一方東家は11万。これに武田軍がうまいこと加勢してくれれば、北条軍も戦ってくれれば、毛利軍も戦ってくれれば、数の上では勝てるんですけどね。武田がどうだ、出兵してくる気配がまずないもんな。仕方がないね、ここはこらえるしかない。どこで退くしかないって。いやー、厳しいな。五将も、うわー、五将が落ちるな。牧島も危ない。全体的に危ないところしかないぞ。まずは勝てるところから確実に勝っていこうということで、犬山城、ここは城内の数が1、2、2個、守りやすくていいわ。承知いたしました、承知いたしました。道館出てる以上勝ちは揺るぎないでしょう。しかも光秀もいるっていう、ここはね。この攻め見切れまい、遊びは終わりだ。圧倒的だな。不甲斐ない。
敵が我が領内に向かっております。増援が出てますね。敵の増援引け。ただ一体の山城は我が王の城包囲されました。城が取り囲まれました。小谷が危ないのか今度は。そうなると出陣で小谷も守らないといけない。出陣しよう。出るとするか。で次は一正の守る御所が危ないな。本当に危ない。牧島城も危ないね。で音羽城も危ないけど、まずはそうだな、信長の率いる無関町文字の安土城防衛戦先にやっちゃいましょう。行くぞ。よし、しかもこっちが一気に決められる。退却せよ。やたらめったら城に取り付いてくる敵だったら、まあ信長がいると戦いやすいですけどね。三段しか溜まったら一気に敵を殲滅しましょう。直虎はこれで撃破できたでしょう。音羽城も囲まれたかな。勝家がうなだれてる様子が出てましたからね今、ただ観音寺はこのまま防衛できるかなというところですね。
いや、今川家強いわ。軍勢の数が5倍差あるとなかなかひっくり返すのは大変です。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。しかも連合に安易に入ってしまったことによって朝廷工作が意味がなくなってしまったっていうのもな。城門が破壊されました。これで決めるぞ。この炎で灰となるがよい。さあ観音寺は揉め切った。この信長からは逃れられぬ。この戦我らの勝ちだ。危ないのが続いて鎌場城が、鎌場城には騎乗します。信長の軍勢を送りましょう。名古屋城も危ないか。出るとするか。出陣する。さてさて、休む暇がないな全く。で二五城と牧島城は危ないね。今まさに交戦中、攻められてる。鎌場城には救援を送っている。豊田城も危ない。他軍勢が出せるところがもうないんだよな。朝比奈隊は というとこだけどな。いやーマジで厳しいな。どうする。まずは連合を脱退するっていう手はないし、武田が動かないっていうのかな、厳しいな。武田が三河あたりを脅かしてくれると少し戦局も変わるかなっていう感じもするんですけどね。牧島と御所、ここは失敢する恐れがありますね。さらに小谷も危ない。鎌場城、厳しいな。でこの清須あたりにも兵がね、もうこれでもかっていうぐらいうごめいてるからな。出陣します。出るとするか。で石川一馬忠勝同感7000で支えられる気がしないな。で家康の12000が名古屋城に来てると、これに寄せてると秀政の合計4000で籠城戦。いや本当に厳しい戦いになってますね。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。何か手はないのか。本当に旗の家に援軍の要請出してもな、まあ、やらないよりはマシっていうレベルですらない。仲介もできない。で結局その連合を脱退しない限りどうにもならないからな。いやーどうするかな。連合を脱退してでも今川とちょっと一時的に和睦するっていう選択肢を取らざるを得ないかな。今この戦局を、苦しい戦局を乗り切る方法が思い浮かばないな。そうこうしてるうちに今川と武田、
今川と北条あたりがいざこざを起こしてくれるというのを祈りましょう。脱退して即座に味方が捕獲されました。城が取り囲まれました。城が取り囲まれました。この戦、我らの何、どこが取られた。我が方の城奪われました。勝家が守っていた大垣が落とされたか。大垣城は落とされたくなかったな。我が城内に敵が迫っております。稲葉山にも出てる。敵が我が城内に向かっております。城が取り囲まれました。お味方が捕らえられました。城が取り囲まれました。くそー、いくつかの城を失った。豪所失ったのでかすぎるな。さらに大垣城を失ったことによって領地がつながらなくなっちゃいましたね。くそだが、もうちょっとちゃんと動いてほしかったな。表情を始めましょう。先月の終始です。騎乗する。いや、次これ停戦明けでまずいな。早々に朝廷外交を再開しないと。侮ってたな。今川恐るべしですね。本当に強い。その軍勢のなんていうのかな、繰り出し方がさすがにえげつない。さすがさすがよとしかもう言いようがないな。認識が甘かったと言われればそれまでなのかもしれないけど、にしても強いですよね。いや、連合脱退の判断がもうちょっと早くするべきでしたね。失った城、ちょっとね、戦い合戦の結果をおさらいしましょう。まず豪所を奪還しました。豪所で、あとはこちらの大垣城、こちらも奪還しました。まあ両方ともね、要衝中の要衝ですからね、痛いですね。まあ豪所は言わずもがな、二条城、二条御所ですね。で、大垣城はまあ、あの関ヶ原の戦いでね、そのまあ一つターニングポイントになった、まあ大垣ですからね、まあそれくらい重要な拠点なんですが、この重要な拠点大垣城も残念ながら失ったという結果ですね。ちょっと今後のなんていうのかな、戦い方、考えざるを得ないかな。大垣城を取り返すために軍勢を送ると周りから攻められる。よくよく見ると、この四方八方をすべて今側に囲まれてますからね。で、次は武田に対して
個別に援軍の要請をしていかなきゃいけないんだな。で、北条とは裏切る者とは手を組まないとまで言われてるし、いやー厳しいですね。まあ、ちょっと言葉が出ないぐらいにかなり痛手を受けましたけども、こっからまあ盛り返していくっていう意味ではどうだ。一つは何なりとお申し付けよ。ひたすらに何なりとお申し付けよ。朝廷工作を続けて現状を維持しつつ、どっかで起死回生の大パンチを繰り出すための準備をするっていうのは一つですよね。まあ、一つですよねっていうか、それくらいしかちょっと思い浮かばないけどな。まあ、城の守りはね、改修の途中だった城がいくつかあるものの、ほぼほぼ万全な状態にはしたといえばしたんで、この状態でまあ結果的に合戦に負けてしまったことを考えると、なんともな感じですね。まあ一つ敗因があるとすれば、やっぱりちょっとその判断が遅かったかなというところですね。連合をまあ脱退するにせよ、何にするにせよ、ちょっとその判断が遅かったかな。もう1ターン手前で判断ができてれば、まあ、あるいは失わずに済んだかもしれないかなというところが、まあ、悔やまれるところですね。さあ、ではとはいえ嘆いてばかりもいられないので、まあ、次の5ヶ月後また今川と戦いになるのは間違いないので、そのためにしっかりと準備をしておきましょう。で、城の改修は進めているので、城の改修を進めつつ朝廷外交ですね。で、武田が今川と、毛利が今川といざこざを起こしている隙にまた城をねかすめ取っていくっていう作戦でいきたいと思います。というわけで、30分経ちましたので今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。